今回はですね、ジャガー XJ2.0 プレミアムラグジュアリーご案内します。今回はですね、XJ なんですけども、XJ が珍しいというよりは、この XJ の今から ご紹介するこの個体が珍しいということで、ちょっとですね、ご案内をしたいと思います。中古車なので、ちょっと中古車のお値段等もですね、一緒にご案内をさせていただこうと思います。ごめんなさい、先ほど 2.0 と言いましたが、XJ3.0 のプレミアムラグジュアリーですね。お値段738万円でございます。色もですね、珍しいんですけども、ちょっとここに色の名前書いてないですね。非常にね、珍しい、なんていうんですかね、ワインレッドに近いって言ったらいいんですかね。もうおしゃれな、非常に品のある赤でございますね。何が珍しいかと言いますと、この XJ ですね。ご承知のように、ジャガー、イギリス、英国の車ですので、日本と同じ道路法規ですね。左側通行、右ハンドル。ということで、日本に正規に入ってくるのは右ハンドルなんですよ。ただですね、この XJ は、ご覧ください。左ハンドルなんですね。こちらのですね、スタッフの方曰く、見たことがないと。XJ の左ハンドルは見たことがない。ちょっと不確かな情報ですけれども、日本で1台しかないんじゃないかというぐらい珍しい。で、この個体の素性としましては、前オーナーが、こだわりを持ってオーダーをされて、わざわざ左を注文されて作られたと。オーダー車両でございます、こちら。非常にバックボーンもしっかりしている車でございます。言われて僕も気がついたんですけども、確かにジャガー右ハンドルですよね。言われて気がつきました。お恥ずかしい限りでございます。この室内のレーザーもですね、ベージュ系といいますか、非常に落ち着いてシンプルでございますね。ここの、インパネ周りも全部、これは茶色ですね。茶色のレザーで統一をされております。これですね、ベージュと、こっちが茶色で、外が、ワインレッドに近い赤。非常にですね、おしゃれな、大人なジャガーという感じでございますね。よいしょ。次、後ろの席ですね。後席も、このように落ち着いてシンプルな色合いでまとまっております。で、ドアのここは、前席後席共通で、ここは、木目を使っておりますね。非常に高級感が溢れているジャガーでございます。よいしょ。ジャガーの XJ ですね。銀行のジャガーはですね、この、何でしたっけ、この、ごめんなさい、このジャガーの、このマスコットの名前、なんとかキャットっていうのがあるんですけど、ちょっと今、ど忘れしてしまったんですけども、この下にジャガーって入っておりますね。それが入っていないので、前のモデルということでございます。よいしょ。こちらですね。今回ちょっと短いんですけれども、ジャガー XJ のこちら、こだわりを持って特注をされた左ハンドルですね。ご案内させていただきました。こちら。そうだ。ごめんなさい。最後にですね、こちらの車両は、ジャガーランドローバー郡山さんに展示してありますので、後ほどもですね、こちら、一緒にお店の名前とも記載させていただきます。こちら、ジャガー XJ ご案内しました。